皆さんこんにちは。今日は恋愛で強力な効果を発揮する女性への褒め言葉についてお話ししていきます。皆さんは普段気になる女性と話すときにしっかり相手のことを褒めていますか？実際女性からモテる男性は質量ともに充実した褒め言葉を女性に対して使っています。女性もやはり褒められたい生き物なので、自然とよく女性を褒める男性がモテるという結果になります。ですが、一言で女性を褒めると言ってもどうやって褒めたらいいかわからないよという方も多いと思います。中には実際に女性を褒めてみたものの、あまり女性の心に響かなかったり逆効果だったりという苦い経験のお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。今日はそんな皆さんに向けて、使えば女性が底落ちするような効果絶大の褒め言葉についてご紹介していきたいと思います。今日の動画を最後まで見れば、皆さんもぜひ女性を底落ちさせる褒め言葉の使い手になってモテモテです。ぜひ最後までご覧くださいね。女性を本当に喜ばせる効果的な褒め方の特徴。よく女性を見ないとわからない部分を褒める。さて、皆さんが女性によく使う褒め言葉はありますか？例えば、かわいいねとか、綺麗だねといった表面上の特徴をざっくりと褒める言葉は使いやすく感じている方も多いと思います。ですが、ただこれらの言葉を安易に使うだけでは、まず女性は皆さんの言葉に心揺れることはありません。なぜなら、ある程度外見が整った女性に対しては、多くの男性がこれらの褒め言葉を使うため、女性としても、なあまたいつものねという気持ちになり、特別心に響かないからです。またあまり容姿に自信がなく、他の男性に可愛いなどと言われ慣れていない女性に対して、可愛いねなどというのも逆効果になることが多く、注意が必要です。確かにそうした女性に関しては、他の男性と褒め言葉が被る可能性は減りますが、ただなんとなく普段言われ慣れていない外見の褒め言葉を使われると、どこが？なんでそんなこと言ってくるんだろうと、ネガティブな捉え方をされることが多いのです。逆に、いつも姿勢が良くて立ち姿がかっこいいよねとか、今日は可愛いカバン持ってるねというように、その女性のことをある程度注意してみると気づくようなポイントを指摘して、具体的に褒めると、同じ外見を褒める言葉でも、女性はこの人はいつも私のことをちゃんと見てくれているんだと皆さんに好印象を抱きます。ただざっくりとした印象を褒めるのではなく、相手のことをしっかり観察して褒めることを心がけてくださいね。会話の流れで気づいたことをさらっと褒める。女性を褒めるタイミングも意外と難しいと感じる方もいるのではないでしょうか。確かに改まって褒めようと思っても、話の腰を折って女性の容姿などを褒めると不自然ですし、下心を感じさせることも多いでしょう。そこでおすすめなのは、女性を褒める言葉を最初から用意しておくのではなく、思いつきのように気づいたことをその場で褒めるという褒め方です。女性と会話している時に、ふとした発言や仕草を褒める。共同作業をしている際に、女性の動きをピックアップして、その特徴を褒めるといった方法で褒めれば、女性も、あ、この人はしっかりと私のこと普段から見てくれてるんだな、と好印象です。気軽にさりげなく、思ったことをその場で褒める。これも女性に対する一つの効果的な褒め方です。女性の密かなこだわりを褒める。これも先ほどお話しした、よく見ないとわからないところを褒めるという点と被るところもありますが、誰が見てもわかるざっくりした印象以上に、女性は自分が持つこだわりを褒められると喜びます。小物類やお化粧、服装などは女性がこだわるところであると同時に、女性の内面によって大きく変わったりします。そのこだわっているところを男性に褒められることで、女性は自分の内面を肯定してもらえた気分になって、その男性に心を許したくなってしまうのです。ここまでは女性がどういった褒め言葉を好むのか、いくつかの特徴ごとに紹介してきました。ここまで聞いた皆さんはお気づきかもしれませんが、女性は外見や仕草などを通じて、その自分の内面、本当の自分を受け入れてくれる男性を求めているんです。女性の何気ない仕草や発言などを見て、その女性の本当の姿を肯定してあげると、簡単に女性は身も心も皆さんに許したくなってしまうんです。
ここからはそれらの特徴を踏まえて今日からでも実際に使える具体的な褒め言葉を紹介していきたいと思います。女性にとっての本当の自分を褒める効果的な言葉。その何々センスいいよね。ここまで紹介してきた通り、女性は自分の素の姿を受け入れ肯定してもらいたいと願っています。例えばファッションや持ち歩く小物類、髪型などでその本当の自分としてのこだわりを密かに表現していますが、そのこだわっているものを肯定してあげる際に便利なのがセンスいいよねという言葉です。ファッションや小物類の良し悪しは個人の感覚なので、一言でどこがどういいとは言いにくいものです。例えば無理に理由をつけて女性のこだわりを褒めようものなら、せっかく褒めても女性はそんなつもりじゃないのに分かってくれないなと逆にがっかりする可能性もあります。そこで便利なのがセンスいいよねの一言。女性の感覚そのものを褒めるこの一言は女性に自信を与え、彼女は自分がこだわっているところについて進んであなたに語ってくれますよ。いつも頑張ってるよね。ほとんどの女性は承認欲求の塊と言っていいほど自分の頑張りを認めてもらいたいと思っています。そんな女性に対していつも頑張っているよねと声をかけることは、単に女性の頑張りを肯定するだけでなく、今でなくその前から女性のことをしっかりと見ていたというアピールにもなります。特に女性の目の前の行動を指摘してさらっとこうした褒め言葉と感謝を口にすることができれば、女性は大きく皆さんに心を許す展開になりますよ。綺麗な目をしてるよね。女性をただざっくりと可愛いや綺麗という言葉で褒めても、あまり女性の心には響かないことはお話しした通りです。ですが目が綺麗だよねという言葉を使うと、女性はただ綺麗と言われるより大きく心が揺さぶられます。もちろん目ではなく体のパーツを褒めるのも効果的ですが、目を褒めるメリットは他の体のパーツと比べてたくさんあります。皆さんはそれらが何かわかりますか？まずは目を褒めるということは、単純に女性の目を見て普段から話をしているアピールにつながるからです。やはり目を見て話す人とそうでない人では、ちゃんと目を見て話す人の方が誠実なイメージですよね。その上、ほとんどの女性は特に目元のお化粧に力を入れるため、目というのは他のパーツに比べて女性自身のこだわりが色濃く出やすいパーツでもあるのです。その他爪のネイルなどもこだわりを持つ女性が多いため有効ですが、手の肌を褒めるときは相手によっては家事をあまりしていないという嫌味と捉えられたり、家事に関するコンプレックスを刺激する可能性もあるので注意が必要です。またあまり親しくない間柄で胸やスタイル、足や唇を褒めるといやらしい印象を与えて警戒されかねないので、それらのパーツを褒めるときも注意してくださいね。君と話してると楽しい、落ち着くよ。多くの女性は話好きな生き物ですが、その話しぶりを肯定してあげることでもっとこの人と話したいと嬉しい気持ちになるものです。積極的に女性の話し方や彼女との会話を肯定する言葉を伝えると、その女性は皆さんと話をする時間を大切に感じるようになり、すぐに2人の距離は縮まるでしょう。いかがでしたか？この動画を見るまで女性を褒めるというとなんだか恥ずかしくってというような気持ちになり、身構えてしまう男性の皆さんも多かったのではないでしょうか。ですが今日お話しした通り、女性を褒めるときはあまり身構えず、目の前にいる女性のありのままの姿を思った通り褒めた方が、考え抜いて気取った言葉よりも効果的です。今日の動画を見た皆さんも、これくらいの言葉なら俺でも使えそうという言葉が一つでも見つかったのではないでしょうか。もしも使ってみたい褒め言葉が出てきたという人はぜひコメントいただき、早速今日からでもご利用くださいね。女性が褒められたいのは上辺だけではない本当の自分で、それを受け入れてくれる男性こそ彼女たちの恋愛対象です。まずは気になる女性の密かなこだわりを見つけるべく、しっかりと彼女たちの姿と向き合ってあげてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。